皆さんこんにちは、三上真史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はですね、多肉植物のミニチュアガーデンを作っていきたいと思います。以前 NHK イテレ趣味の園芸で私三上真史がですね、多肉植物の楽しみ方としてご紹介して作りましたものがこちらです。はい、このようにですね、ミニチュアガーデンといって、もう鉢の中をまさに小さな庭に見立てて作って楽しむものなんですね。妖精が住むような庭なので、フェアリーガーデンとも言われたりしますが、まあ、こちらね、もしかしたら見かけたことあるよって方もいらっしゃるかもしれません。とても人気になっていて、園芸店さんなどでもね、ディスプレイのように作られているものがあったのを見かけたことありますかね。で、実はこれ簡単にね、作ることができるので、今日はそのポイントをお伝えして、かつ多肉植物だけでね、作る方法をお伝えしていきたいと思います。それでは参りましょう。さあ、まず用意するものなんですが、まずはやはり鉢ですね。もうお家に余っている鉢がございましたら、どんな鉢でも OK です。で、今回はこのように四角い鉢、こちらを庭に見立てて作っていきたいと思います。で、そして土ですね。土はですね、もう多肉植物の今回ミニチュアガーデン作りますので、多肉植物サボテン用の培養土って売っております。でそちらをねご用意いただければ OK です。今回ねそちら使っていきますが、まあ、もしねでもお家に草花用の培養土新しいものねたくさん余っているようでしたら、そちらに赤玉土の中粒ないし小粒をですね、まあ、半分から6割ぐらい混ぜ込んでいただければ、そちら水はけのいい土になりますから、そちら使っていただいても OK です。どちらでも大丈夫ですからね、そのようにして使ってください。とにかくポイントは水はけのいい土にしてください。で、そして鉢底石ですね。この鉢の底に敷く石です。石を敷くことによって水はけが良くなります。やはり多肉植物ですから、水はけのいい栽培環境にするべくですね、このようなですね、網ネットです。これまさに鉢底石を入れる用のネットなんですよ。こういったものも売っておりますし、まあ、なければ、排水口用のネットです。で、網目がね、粗いものを使ってください。細かすぎると水はけ悪くなっちゃいますからね。で、このようにね、ネットに入れて、まあ、何回か折り込んでいただくと、こぼれなくなって、で、これをですね、鉢底に敷きます。こんな風に。まあ、鉢底が隠れるぐらいで OK です。まあ、そのままね、鉢底の網敷いて、鉢底石入れるでもいいんですが、このようにですね、ネットに入れてから使っていただくと、後で植え替えが楽なんですね。土と石が混ざっちゃって、大変ってことになっちゃうんですよ。そうすると分けた状態で簡単に植え替えられますので、おすすめの方法ですので、このようにしてみてはいかがでしょうかという感じなんですが。はい。で、こちらを使っていきます。で、さらに今回ポイント、大事なことは小物です。このね、小物次第でいかようにもミニチュアガーデンね、変えることができます。で、基本のですね、まず、レイアウトとして重要なのが、こちらの建物です。お家ですね。やはり、もうそれこそ妖精さんが住んでいるように作りますので、まあ、誰かがね、しっかり住んでいるだなって、いるんだなとわかる、こういったお家。こちらもですね、もうホームセンターさんや、今は園芸店さんでもね、売っていたりだとか、あと100円ショップさんでも売っていますから、まあ、見つけたら、あ、これ使えるなっていうものを普段から手に入れていただくのがおすすめです。こちら今回使っていきたいと思います。で、こちらを、これ置くだけでなんか一気にここがもう、ミニチュアガーデンらしくなりますよね。ここ重要なポイントです。で、季節感のですね、あまりない建物を選んでいただくのがおすすめ。というのも、他にもね、今回、はい、ハロウィン仕様の小物たくさんご用意しました。で、季節ごとに、まあ、基本のものは通年使えて、あとは季節ごとに着せ替えることで楽しめるミニチュアガーデン今日作っていきたいと思いますので、このような小物をですね、いろいろ揃えてみてください。もう季節ごとにね、100円ショップさんに行くと本当にいろんなもの売っていますからおすすめです。で、あとね、ぜひ手に入れていただきたい、今回ポイントになるのが、この柵ですね。お家をつけたら、やっぱりここにお家に入るための道を作りたいんですね。で、その時に植物をしっかり庭らしく見せるために、このように柵で仕切りたいんですよ。で、これもね、雑貨屋さんなどで売っていますし、100円ショップさんでも売ってるんですよ。こちら。はい、このような柵もぜひね、手に入れていただけるとおすすめです。で、続いてもちろん大切なのが多肉植物ですね。メインになります。多肉植物の選び方なんですが、生育期が同じものを選んでください。しっかりとね、もう通年楽しめる、育っていくミニチュアガーデンにしますので、多肉植物も生育期が同じものを選ぶ。というのもですね、多肉植物って大きく分けて春秋型、夏型、冬型とですね、分けられるんですね。で、おすすめは春秋型です。春と秋に主に成長するタイプの多肉植物です。もう代表的なものですと、もうこちらのセダムであったりだとか、
こちらのエケベリアですね、はたまたセンペルビウムなどですね、メジャーな多肉植物結構春秋型多いですから、まあ、しっかりそこ把握した上で選ぶようにしていただくっていうのがまず大きなポイントになります。でそのような春秋型の中でもね本当に多様ですから、今回このようにたくさん選びました。でここでですね、庭としてやっぱり植え付けたいので生育がどのようになっていくか、どのように見えるかっていうのも選んでほしいんです。3つに分けて選んでほしくて、まずは芝です。はい、庭に欠かせない芝、芝のように見えるセダム、横にねこう這うようにして育っていってくれますので、まさに芝に見立てられるんですね。でもしゃもしゃとどんどん茂ってくれます。でそうするともう本当に上にも上がってくるんですけど、随時切っていただければ芝としてねしっかり楽しめますから、こちらセダムをまず選んでください。でさらに花に見立てるためにエケベリアやセンペルビウムなど、バラのように見えませんかね、えロゼット型などと言われますが、このようなものを花に見立てます。はい、花に見立てた多肉植物も選びましょう。でさらに庭に欠かせないのが樹木ですね、木に見立てます。このようにぐーっと立ち上がって葉も ついているようなもの売られています。これもねエケベリアなんですが、こちら木に見えますよね。でこれは実はセダムなんですよ。セダムもね横に這うものとこう立ち上がるものございますから、立ち上がっていくタイプ、これもどんどんでもね横にもね茂っていくんで、随時切るようにしていただいて、これもうちょっと針葉樹のように見立てたいと思います。はい、というわけでポイントは芝、花、木、こちらのように見えるものを選んでいただくっていうのがポイントになります。あとはお好きなものを選んでいただいて、あこの組み合わせいいなっていうふうに、まさにちっちゃい庭を作るようにしてですね、ガーデナーになった気分で作っていただければと思います。これであとはもう作っていくだけです。それでは作っていきましょう。さあそれではこちらはもうねすでにね石しっかり入れてありますので、土を入れていきます。土をですね、まあ、ある程度入れてください。満杯まで入れずですね、この後苗入れていきますから、しっかりと多肉植物が植えられるような位置までですね、まあ、どのぐらいかっていうと、まあ、一鉢ね取っていただいて、こちらちょっと当てていただいて、この縁と縁が合うような感じ、まあ、そこまでですね置いた時にこのぐらいですねまで土を入れましょう。まあ、多肉植物って他の草花と違って、植えられている苗の状態って根がねパンパンにね、特にこの小さい苗の場合パンパンに張っているというよりは結構余裕がある状態で植わってるんですよ。なので厳密にこの鉢の下まで開けておかなきゃってことはないので、ある程度で大丈夫です。はい、そしてここにですねもう植え付けていきたいところなんですが、先に基本のもうお家などをですね仕立てていきましょう。はい、こちらもちろん後で土をしっかり入れた状態で上に乗せるんですけども、先にですねこれをちょっとこの状態でもう置いちゃいます。仮置きですね。でこの時にどこに植物を入れるか、どこを庭にするかっていうことが自分でもう好きなように作ってほしいんですね。真ん中にねもちろん置いていただいてもいいです。両サイドを庭にするでもいいんですし、でもこのぐらいのサイズ、大きめの鉢だったら真ん中でいいかなと思うんですけど、このぐらいのサイズ感でしたらちょっと、しかも細長いんですよね、横にちょっとずらす、真ん中よりもなんかおすすめです。少しおしゃれに見えますね。ちょっとずらしてここにしましょうかね。でお家に住んでたらここ通れなきゃいけないですよね。はい、ですから植物植えるとしたらこの両サイドに植える、こちらこちらです。でここには道を作るとよりですねミニチュアガーデンらしくなりますので、道を作るために先ほどもお伝えしましたこの柵ですね、はい、を使っていきたいと思います。はい、このようにしましょうかね。ちょっと簡単に見せます。こんな感じです。はい、これを先に作っちゃいます。なのでもうこのように長くね売っているものですから、これ切っちゃいますね。このサイズに合わせてここですね、ここで切っちゃいます。でこの時にハサミなんですけど、こういったあのクラフト用のハサミにを使うようにしてくださいね。針金など切るとき間違ってもですね、こちらちょっと僕のオリジナルのハサミ、ガーデンジャーハサミというものなんですが、とにかく切れ味抜群です。こちらあの気になる方ぜひ概要欄に載せておきますのでチェックしてみてください。でこういったね園芸ハサミを同じようにねこのクラフトのこう針金とかも切るように使いがちなんですけど、これ絶対しないでください。刃こぼれしちゃいます。でせっかく切れ味抜群の園芸用のハサミがちょっと傷んでしまいますので、別でね使うようにしていただくのをおすすめします。でこちらですね、サイズを合わせます。でただただまっすぐな道よりも少しね斜めにしていただくとね、より自然な
景色になりますのでおすすめです。はい、このようにですね、後でしっかりもちろん上に上げるんですけども、多肉植物を入れられるように一度仮置きで建物と仕切りは入れておきましょう。はい、これで植物を入れる場所が決まりました。あとはここに寄せ植えしていくっていう、それだけなんですね。で、ただやっぱり庭ですから、庭作りのもう基本的なレイアウト、手前を低いもの、後ろに高くです。なので手前に低めの芝に見える多肉、中間に花に見える多肉、後ろに木に見える多肉というふうに入れていただければ簡単に作ることができるんです。はい、では入れていきます。この時にですね、後ろから入れていただくといいですね。だから木から作っていきましょう。どのように配置するかですね。これがちょっと一番大きめなので、ドーンとね、建物の横に置きましょうか。でも本当軽く崩す程度で大丈夫です。でもしこの株のね、下の方の葉っぱがしおれて枯れていたりしたら、そういったものは取り除くようにしてください。そこまでたくさん崩す必要はありません。このような感じですね。はい、こんな感じでどんどん入れていきます。横にも、そうですね、こっちかな。これが楽しいんですよね。スラムをこっちに入れましょうかね。ちょっとこれ背が高かったので、まあ、少し下の方を崩して入れたいと思います。あ、根がしっかり張ってますね。まあ、多少ね、崩してもね、多肉植物タフですから生きてくれます。ただこれ作る時に、これ春秋型の多肉植物使っておりますから、やはり作る時期は春か秋に作るようにしてくださいね。生育期が春と秋なんですよ。なので逆に夏と冬っていうのは休む時期なんですね、生育を。その時期に植え替えてしまうと傷ついて、もしかしたらやられてしまう恐れがありますので、やはり元気いっぱいに育つ春か秋に作るようにしてください。はい、木に見立てた形で入れ終えました。はい、こちらが一応木に見立てたものになります。はい、次は花に見立てた多肉植物入れていきます。こちらもこのような感じ。バッとね、花咲きましたね。で、あの多肉植物のね、色味っていうのがまた全然違いますから、色も同じものだけじゃなくて、やっぱり赤っぽいものであったりとか、シルバーがかったものなど、いろいろなですね、色や、まあ、形もですね、楽しんでいただければ、よりおしゃれな、庭らしいですね、ミニチュアガーデンを作ることができますので、そこも意識していただければと思います。今回苗で作っていますが、それこそ、カット芽といって、こうもう切った状態、切ってまだ根が出ていないもう茎の状態のままですね、そういったものもね、たくさん売っていたりします。そちらをもう土に刺していただければ、そこからまた根が出てしっかり育ってくれますから、その状態でね、作っていただくっていうのもおすすめだったりもします。はい、というわけで花に見立てた多肉植物も入れました。中間に入れております。このような形ですね。さあ、そして最後は芝です。この空いている手前のスペースに芝に見立てたセダム入れていきたいと思います。で、この時にですね、もうこれ十分ね、収まってますから、この柵後で取れなくなっちゃうんで、もう外しましょう。お家もですね、外していただいて、柵も外していただいて、はい、大丈夫ですね。場所しっかり出来上がっています。で、この状態で土をもうここ入れちゃってください、一度。はい、でもこのまだね、ここに入れるスペースを開けておきましょうね。で、ここで今一度この柵をちょっと置いていただいて、建物を置いて、こんな感じになるわけですね。はい、
なのである程度多肉植物の苗入れましたら、この建物と仕切りの部分にも土を入れていただいて、しっかり配置するようにしてくださいね。では最後に芝を入れていきます。芝に見立てたセダムですね。こちらですね、ミックスなんですよね。セダムのミックスになっています。こういったものがねありましたら手に入れていただけると、もう最初から寄せ植えのようになってますからね、おすすめです。いや、セダムはね粘りがいいんですよ。もう本当に生育旺盛で、こんな風にちょっと横にね広げていただいて、まあちょっと量が多いようでしたら簡単にね株分けもできます。このようにちょっとしっかり分けて、ここで分けるってこともできますのでね、ちょっとこれ分けましょうか。こんな感じで、これを入れていきます。よいしょ。はい、このようにですね、芝に見立てたセダムを手前に入れました。高さもねしっかり考えるようにしてね植えてくださいね。中間の花がね埋もれないように、少しちょっと埋もれた場合はですね、下に土を足して高さを調節してください。こんな感じですね。はい、そしてこちらもですね、この手前少し空いてます。ちょうど今株分けしたこちらのもの使いましょうかね。少しサイズを調節してここに入れていきます。こんな感じですね。はい、ではあとは隙間にですね土しっかり入れていきます。建物もですねもう少し高くしたいので、ここにもね土をしっかり入れていきましょう。よし、でしっかりこの苗と苗のね隙間に土は入れるようにしてくださいね。根っこがむき出しにならないようにですね、ちゃんとね育っていきますからね。はい、しっかり土を入れていって、少しねちょっとレイアウトなども変えたりしたんですが、うん、 OK かな。はい、お家もしっかり置いて、こちらで植え付けは完了いたしました。基本の形の完成ですね。ねえ、ちょっと小さな庭に見えませんか。木に見立てて、花に見立てて、芝に見立てるだけで、多肉植物だけでも十分ミニチュアガーデン作ることができます。で、これでも完成と言いたいところなんですが、せっかくですからよりですねちょっといろいろなものを入れてミニチュアガーデンらしくして仕上げていきましょう。このままでももちろんいいんですけど、やっぱりねここを歩く道を作っていただくとよりガーデンらしくなりますよね。そこでこちら、まあ、化粧石やこれゼオライトなんですけども、こういったものもですね売っております。100円ショップさんでも、もちろん園芸店さんやホームセンターさんでも売っております。こういったものをですね、ここの道のところこのように敷いていただく、まあ、白いゼオライトです。これはそれによってですねより道らしく見えるんですね。楽しいですね。はい、こんな感じで、これで OK ですけど、さらにですねガーデン行くとステップ石ってあったりしますよね。ここを歩いてくださいって感じで、まあ、飛び石ですよ。それを、あ、これこれバークチップといって、まあ、マルチング資材、土の上にね敷いたり撒いたりするもの、それによって泥はねを防いだりいろいろな効果があるものなんですが、見栄えも良くなりますし、で大きめのバークチップも売っていますし、これ小型小さいこの木のチップも売ってるんですよ。これをね生かしたいと思います。ちょっといい形のものを選んでいただいて、はい、置いていただく。どれがいいですかね。こんなぐらいですかね。こんな感じ。はい、こうすると飛び石のように見立てることができて、より道路らしく道らしくなるんですね。ステップ石も玄関に向かう道です。いかがでしょうか。このような感じですね。もうお好きです。これはもうお好みで作っていただくという形で、ただこれ水やりした時にどうしてもちょっとずれたりするんで、しっかりねちょっとこう石に埋もれるような感じでしっかり押さえるように作っておいてください。はい、でこちらで楽しんでいただいてももちろん OK なんですが、せっかくですからね季節ごとに着せ替えして楽しんでみてください。もうすぐハロウィンということで、今回はハロウィンの小物をいろいろご用意しました。まあ、例えばですねこういったはいジャックオーランタン、こういったねほんと小物がねいろいろな場所で手に入りますからね。例えばこういうちょっと隙間に、まあ、植物は傷つけないようにですね、こんなに置いていただくだけで一気にハロウィン仕様になりますよね。
こういったものもこんな感じ。はい、まあ、あとはこういったかぼちゃ、もうこれもジャックオーランタンですが、大きめのものをこう手前に置いていただくとか、こういったものですね。で飾って、はい、季節ごとにクリスマスはクリスマス飾りしていただければ、いろいろな季節のですねミニチュアガーデンとして楽しむことができますので、おすすめです。でこの後の管理なんですけども、もう多肉植物のミニチュアガーデンですから、もちろん多肉植物の育て方をしっかりしていただければ長く楽しむことができます。育て方について詳しくはですね、それこそこのチャンネルの第1回目の動画で、多肉植物これやっちゃダメという動画上げておりますので、よろしければそちらご覧ください。簡単にお伝えしますとですね、もう基本のこれ春秋型なので、生育期は春と秋です。で夏と冬は基本的にちょっと生育休めると考えてください。なので、まあ、春から秋、夏は直射日光を避けながら、春から秋はですね、もう基本外です。でも日光大好きですから、しっかりと外で育てていただく。で、冬は寒さには気をつけなきゃいけないので、でも日光には当てられるように、室内の窓辺ですね、日光の当たる、まあ、室内、寒さに避けられるような場所に置くようにしてください。で、水やりですけども、水やりに関してはですね、雨にずっと当たってしまうと、蒸れてダメになってしまう恐れがありますから、雨の当たらない場所で水やりは自分で管理するようにしてください。土が乾いてから、もう乾いてしばらく経ってからやるぐらいでもいいぐらいな、もう乾きに強い植物です。でも水、しっかりやらないともちろん枯れてしまいますから、乾いてからまあ2、3日経ってからやるような感じで、詳しくは先ほどの動画ご覧いただければと思います。そのように育てていただければね、長く楽しむことができます。で、ただどん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 ね、茂っていきます。もう特にセダムは生育旺盛です。もりもり茂ってきて、セダムのが勝っちゃうみたいになってくるので、随時セダム切るようにしてください。もう本当にね、もう芝を刈るような感じで切っていただいて、この高さをね、保てるようにしていただければと思います。で、切ったものはね、刺しておけば、また個人で楽しむ範囲内でしたら増やして楽しむことができますのでね。まあ、他のものも同様です。まあ、センベルビームやね、エケベリアなどは小株がね、またこちら、横に小株生まれてきてますね。こういったもの、小株もどんどんね、もりもりになってぎゅうぎゅうになってきてしまったらですね、小株は切っていただいて、それも刺して個人で楽しむようにしていただければ、またどんどん増やして楽しむこともできます。で、ただですね、まあ、ずーっとやっぱりこの中でっていうのは、根の生育限られています。厳しくなりますので、あまりにぎゅうぎゅうになってきたなって思ったらですね、やはり植え替えて、また楽しむようにしてくださいね。というわけで今回は多肉植物のミニチュアガーデン、簡単にね、作れますので、おすすめのこの方法をお伝えしました。ぜひ、皆さんお好きなように作っていただいて、まあ、妖精の住むフェアリーガーデン、楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、三上松氏の趣味は園芸チャンネルでした。こちら作ってみたいな、いいなと思われた方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。